えー、映画「晴天の霹靂」というですね、5月の24日から、えー、公開される映画で、えー、原作そして監督、えー、出演という方でございます。どうも。どうもお邪魔します。劇団ひとりです。あ、劇団ひとりさんどうも。あ、どうもはい。こんにちは。いやいやよろしくお願いいたします。しかし、これいつ頃この晴天の僕は見てないんですよね。え？え、なんですか？ 今なんておっしゃったんですか僕は見てないんですよいやいや,えいやだから僕は見てないんですよ見てないとことないでしょ見てないことをね見たように言うのもちょっとあれなんですけどもねああのこの前ゲストに来ていただいた時にここでそのなんていうか揉めたような形になったことをうちの嫁がですね、はい、あんなことをそのゲストの方にねっね <laughs> えらい言ってましたね私、ちょっと今日は抑えますけどね、見てないんですよ。いや、ほら、前回もめた理由はね、僕はキス我慢、t h e m ーって映画に出させてもらったんですけど、師匠がそれをご覧になってないってことで、そのあと見ましたよ、そうですね、あとあと見たと。でも結局、ほら、それが引き金となって、ああいうちょっと、今回ね、独演会の最中だったんですよ、それでどうしても見ようと思ってたときに、一日、マージャンに誘われたんですね。 はいうん、でそのまーちゃんまゃに誘われたことがもうあそれもうそこしかないなと思う時に夜ちゃんと見ようと言うんでやったんですけどそれがその後次独演会やったんですよとだからゲストの中でこんな言い訳してあれなんですけども僕が悪かったんですよこの晴天の駅でっけルゲストに来るとは思えないなそれがほんまの晴天の駅でっけん言うて <laughs> いや面白くないですしょ笑わないです笑わないです いや普通 DVD を当然お渡ししてるわけですからそれで見るぐらいの時間あるでしょわずかこれ96分ですからねああのすいませんあの,のまあほに半ちゃん二回<の>半ちゃん2回我慢すれば見れたわけですよそこにおられましたよねあなた <laughs> <laughs> あなたそこにおられましたよねそうなった止めてくれたらいいじゃないですかあなたそこにいましたよねそこに。 いま,したね、いました、ね俺、まさかの、俺もいてるとは思ってない、こんなクソ忙しいね、みんな、はい、キャンペーン中やのにもかかわらず、俺も独演会の最中やのにもかかわらず、そのマーしてる余裕があるというのは、陽ちゃんなんかね、この大泉洋なんか、一生懸命せん、はい、もう宣伝してますよ、もうね、宣伝疲れが顔に出てるもん。いや、それはもう僕だって当然、宣伝疲れありますけども。ちょっと待ってください、はい、あなたの場合は、ひとりさんの場合はですね。 そうですねここ見てください、書いてます、はい、あの演出、はい、それからまあもう言った監督、はい、それ原作、はい、もうそれだけのことやられてるんですよね、する、はい、と自分なんですから、やっぱりそれだけ宣伝には回るいうのはあの当然ですよね、だからそれはそれでいいんじゃないですか、それでこれ、あのキャスティングは誰がされるんですか、その柴崎浩さんとか、はい、大泉洋さんとかっていう方は。はい、いや僕が そ当でプロデューサーとかでも話し合って、はい、あのー、大泉さん柴崎さんいいんじゃないかっていうことででも劇団一人さんの監督というのは初めてでしょ初めてです初めての割には柴崎子、えー、風間森を笹野隆笹野隆なんか 何してんねどこでも顔出してるよこの人この人どこでもこの人いてなかったら「なっ笹野さんいてない?」って映画探すぐらいですよ「えこの映画々野さんいてないやん」みたいなまあそうですねうんこの人に頼んだ頼みましたよう頼んだなしかもものすごい言っちゃうんですけどちっちゃい役なんですけどねぜひお願いしますって言ったら快く受けてくださってうまいやろうまいねんどんなこれ何の役ですか々野さんは いわゆ病院のお医者さんの役なんですけどこれがね佐藤さんにお願いしてで多分、まあ、僕が監督っていうのもあってちょっとお笑い芸人の監督だとで、はい、まあ短いシーンっていうのもあるからでしょうね普通の真面目なシーンのお医者さんの役なんですよなぜかあの当日じゃあお願いしますってお芝居したらなんかお姉 <laughs> んんのお医者さんの説明。 あれさ,さ,さちょっとおねっぽいんですけどっつったら「えダメなのだ」みたいになって「<laughs> いやこれ真面目なシーンなんで」っていうことおっちゃんそういうお願いがありましたね。でおねが変わったんですかいや変わりましたあのちゃんとした普通のお医者さんでやってもらいましたけどここは僕の選択肢はなかったんですか監督「勝クでつるべてあれとやりますよ」あーちょっっっと迷ったんですけどやっぱり 役がちっちゃかったので、いや一個ね、その江戸川のその土手にいるホームレスっていう役が一個あったんですよ。これちょっと師匠にお願いしようかなと思ったんですけども、まあちょっと役ちっちゃかったんで。はい、柴崎幸さんは、<laughs> はい、あのあれですか。あのー、なぜ頼んだんですか。こん、はい、あーのー。主役はもう洋ちゃんにしようとしてたんでしょう。うもういず、大泉洋いうのは、なかなかようやりますからね。はい 柴え芝桜は綺麗ですよ綺麗です本当に綺麗です特に僕のこの映画の中では非常に美しくあのこっちもやっぱ綺麗に撮りたいって思いありましたからねうん、うん、あの結構頑張ったんですよでそこら辺をあの見ていただきたかったですいやあのこれはねもうもうじきあのー

このラジオ何やっつけてるんですかいやいやだからラジオをやっつけてるという意味じゃなく失礼なこと言いますねこれはもともとね僕は一人でずっと喋る番組なんですよ。はい、それを邪魔しに来てるんですよね。一人でずっとフリートークする番組なのにもかかわらずゲストなんて本当はこんなこと言ったらあれでいらないんですよね。<laughs> あのいや特別なやつだったら別ですよあ、こんな方も来てくれたんか、来てほしいとか言うんですけど、はあはあ、いわゆるお笑いの後輩の方が取られるというあのことですから、それをどう,こうお笑い馬鹿にしてるんですか、馬鹿にはしてな、ね、い結局そうなんですよ、43年、私やってきました、はあ、ええ、でもいや、所詮は芸人監督でしょっていうのはあるんですね、それやったら武新さん、どうなるんですか、それやったら、品川庄司、はあ、素晴らしいですよ、庄司の映画。 庄司じ,じゃないですけどね。ええ、だって。品川区の方です。あ、品川区。庄司君撮ってないですよ。庄司 <laughs> は、あの、ミキティって叫んでる方ですから。<laughs> そうか。庄、あ、そうか。庄司、庄司、はい、庄司ちゃんはどうあの。品川、品川。品川の映画もええし。ししはい。それからね、あの、案外評価されてないけど、ゴリ。あ、あ、ゴリさんもなんか撮って、ね。ゴリの、あの、沖縄の映画、めちゃおもろかったですよ。じゃあ、なおさらですよね。やっぱそういう芸人が撮った映画、面白いっていう意識があるんだったら、なぜ見なかったんですか。 いやビデオをいただいてですね、はい、見ようと思ったんですけども、はい、マージャン入ってたマージャン誘われて <laughs> そこにあなたをいてたじゃないですかマージャンふわ <laughs> っといたらい<や>俺がさっき座ってたら後から来たお劇団、まあ、あの時監督じゃないねお劇団来てんねんかってなったいや僕もだからそういう事情を聞いていればいや何やってらっしゃるんですかと他の方呼びますから帰ってさっさと見てくださいって僕は言いましたよ あ,あたかも見たか,あの見たかのような顔をしてたんですよあの時正直言うと僕の印象では「あはあ今度ラジオ来てくれなかったの、ね、あ,<ー>あの映画な」みたいな感じ言うから「あ,<ー>あ今見てはいるんだけどここで感想言っちゃうとラジオで話すことなくなっちゃうからここはぐっとこらえて」みたいな感じだから僕も映画の話はなるべくしないようにそうすいませんマージャン、ね、映画の話って俺に聞いたってですよどこに宣伝効果あるの あの時もマージャン六本木のマージャン屋し「いや別に俺雀荘のお客さんに <laughs> 映画の宣伝をしたいわけじゃないんですよ」じゃなくて <laughs>、はい、そこで話しちゃうことによって感想をねちょっと待ってあの麗子麗子これ喧嘩してんのちゃうからなあ奥さんにねであと喧嘩してるように麗子が思ういやこれ喧嘩ですよいや喧嘩じゃないですって 言わないでいは怒ります本当に <laughs> ゲストの方と喧嘩してあんたねそんなラジオが成立するのって言われたんですよすいませんいやでもこれはもうさすがにだって初めてじゃないですかこれやっぱキス我慢の時に全く同じやり方はしてるんですちょっと待ってください全部言いましょうこの映画はは？全部言います大体わかります全部言うはいど,どういうことですか,いやだからあらすじみたいなものあらすじみたいなのは大体わかります 陽ちゃんが、うん、あの主役ですよねこの人がタイムスリップして、はい、それであのー、まあ昔の世界に行くわけですよ、はい、するとこのさその昔の芸人でそれで手品師なんですよねはいほんであ,のあれですやんかあのー、柴咲コウの子供になんね、はい。そういうことでしょ大体あってます <laughs> 大体合ってるんですけど <laughs> はい、はい、そういうことじゃないでしょやっぱり映画ってその細かい新シーンのこだわりだったりするわけじゃないですかであのあのシーンはどう撮ったのとかそういうのを僕今日話せると思ったんですよ。あ,あごめんなさいごめんなさいど度なちょっとこれも一から聞きますけど実はいや俺ねもしそうしたらねかっこいいなと。<laughs> <れ>あえて一個盛り上がりを作るために見てないっていう体を取って。 ここでちょっと、一悶着起こして、本当は見てたっていう。当たり前ですよ、監督。いや、それは本当に。見てました。これ,しこれは、はい。恥ずかしいです。すみません。ありがとうございます。これは見てました。すいません。なんか。あのー、最後に出てくるね、あのー、あれですよ。風間、森尾さん。はいはいはい。あの人も、やっぱ、りさすが。もともとの劇団におられただけあって、素晴らしいですよね。最後に出てくる。 <laughs> まあ最後にというかまあ途中っていうかまあまあ途中ですかね途中、はい、あのー、ちょっと割とアウトローの役ですよねうんまあアウトローっちゃアウトローなのかもしれないですねはいそうですねであの柴崎さんが妊娠されるシーンがあるでしょ 妊娠するシーン妊娠するシーンってなっちゃうともう子作りのシーンになっちゃいますから, <laughs> から妊娠してありますよねあっそうですそうですそうです、はい、だからこの辺がちょっと複雑にうまいこと作ってあるなあと思いましたよ。そんな複雑じゃないですけどね結構シンプルなストーリーに求めてあ,あいやあの結構ところどころマジックがあったじゃないですかはい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 どのマジックが好きでしたそれはやっぱりあの縄で はい、ロープで首キューって引っ張る、はい、マジかあれ面白かったあそれは本当にあります <laughs> それは本当にありますだから見てる言ってませやん本当に見たんですか、はい。いや俺ちょっとよくわかんなくなってきたすいやいや見ました見ました見ました。したしたじゃあオープニングどんな感じでしたいちいちそんなねそれねすみません取り立て屋や 俺はどんなやってんねあれはっていうような言い方を、ね、いやでも見たんですよね見ました見ましたいやこっちも別に疑ってるわけじゃないんですだか,だから俺が見てですよ、はい、俺がごめんなさい玲子これけかしてるわけうちの夢はほんまに怒りますからね僕も別にああこんなこと言いたくないんですけどやっぱ最初の最初見てないみたいなこと言ってたから今どっちなのかなってこれ多分リスナーもそうなんですよ本当は師匠本当に見てないんじゃないかいやもしくはいやっとしたら見てるかもなっていう意識があるんでオープニングだけ教えてください 見ました。だから見たのは分かったんですよ。オープニングはね、どういう絵で,ですか。青空からバーンと入っていくシーンでしょ。オープニングが青空。青空だったんかな。ちゃんちゃんと思い出してください。青空でした。青空夜夜か夜や。夜でしたね。うん、よくよく考えたら夜。夜や。はい。夜夜,夜バーンと雨の日や。降ってました。本当に。雨がなよーく考えてくださいよ。 すいませんあのね忙しいねごっちゃなってごっちゃになってはいあの今日僕はあれも見てきましたから「不思議の岬の物語」これはぼってえし映画やでそれも見てきたからもう俺ねそれから「僕たちの家族私の男」これみんなもう頭なんかいっぱい入ってますからねはいはいはいてくだいっい中の一本なわけですねはいはいそうそうそいはいははいはいあのはい えー、かまってちゃもんも見ましたあいっぱい見てますね新生、はい、かまってちゃんはい。のでオープニング雨降ってました雨降ってた降ってた降ってないです降ってない室内です誰あれどの映画なんかと勘違いしてで勘違いしたね。はい。はい、俺も帰っていいですかいやいや帰らないでください帰らないでください それはね、俺本当にもうこの23ヶ月キャンペーンでいろんなとこ行かしてもらいますからだからキャンペーンと同じことばっかり聞かれるでしょこういう手口ってほんとないでしょえ、うん、ってゲストに来ても同じことばっかり言うの嫌やんか<い>これ模様分かってんの、ね、いやそれはもう仕事だからしょうがないですあの、はい、これはキャンペーンなんないですしよこれちゃんと想像してくださいねこれラジオ聞いてる人が「ああこれ映画面白そうだな」って。<laughs> 一人でも思いますかね俺絶対思わないですいやえっと24日 <laughs> <laughs> 何言われてんの24日どこであんのどこでって映画館ですよ映画館そこほんと二24日並びに行くわ俺もねそんなに言われんのやったら24日舞台挨拶も俺出ようかあありがとうございますやったー舞台挨拶来てくれるんですね 24日ちょっと待って24日だけだとちょっとそういう手口ですねあなたいつも2323も22もんかあるんですよ3日ぐらい連続であいちょっとください。あなたいつもキス我慢もね急に言ってはねあれ鶴瓶出るよみたいなあったよねほんまにキス我慢出ましたよ私キス我慢だからこういうオンエア上で約束って大体 流れちゃうことが多いんでもう早速プロデューサーに電話して「キス我慢出るって言ってたから「もう明日バカな顔して早く行っちゃえ」って,って <laughs> <laughs> 本当に出てくださいましたもんね <laughs> でもあれに関しては僕からちょっと仕掛けた部分ありましたけどああ舞台挨拶に関しては今市長の方から「 出たいっていうすみませんそこ行って邪魔になりますでしょ舞台映画には出てないのにもかかわらず <laughs> 舞台挨拶の端に俺がおってえ俺も浮くし客は何なのって言うしそれでたあの写真撮ったある人たちもこの人何入ってねみたいなありますじゃんかいやそれはもう話題性だけで十分ですから、うん、関係ない人が舞台挨拶来てるってのは、うん、ほんなこれがほんまの晴天の兵器で、うん、あーそれいいですねこれいいですねえええ これでもうなんかもう見出しが出ましたね。もうそういうね、<laughs> これがほん、ほんまの晴天の霹靂やっていう。<laughs> じゃあ、お待ちしてますんで。どうします何日にします?ど。どこに行くのあんたらは。これからまあ福岡行って札幌行ってたらなんですけど、そんなやっぱ。ね、そこはそこはさすが,そがにお呼びできないので、東京で。もう確かに二三連チャンはあるんですよ。はいはい、舞台挨拶みたいなのって。はい、で、そこで、まあね、一箇所ぐらい必ず、あのね。 それと、すみません。それやったら、どういう出方します。私、このラジオ聞いてない人ばっかりがですね。北春、ね、そこに俺がおってですよ。はい、その前で、映画の宣伝者春司会の方が、俺をどう紹介者あるんですか。ちょっと監督、言ってくださいよ。俺、それは。あのー、今回、この晴天のね、霹靂。を、あの、ラジオで、あの、宣伝するって言っにも、かかわらず。見てなかった。人代表として。 であの見てないなりの意見を聞きたい大体ほらこっちの出演者ってのはいろんなね是非面白いですみたいな要は経験則でしかしゃべれないけどそれを見てない人の意見も舞台挨拶で大事だと思うんですよ、はい、見てない代表として、はい、はいはい分かりましたそれはのスケジュールは後でやりましょう